したの？今日の練習全然集中してなかったけど。ダメだよ、もう3年は引退だから君たち2年が頑張らないと。で、君はなんでぼーっとしてたのかな？理由を言いなさい。これは先輩命令。え？それってどうして私のこと考えてたの？好き？ちょっと大会前だよ。そんな冗談言う暇あったら練習しなさい。練習、怒るよ。だから本気だってことぐらい君の目を見たらわかるよ。でもそんなこと言われたら私も自分の気持ちに気づいちゃうじゃん。私だって君のこと。でも鬼のキャプテンが大会前に恋なんてしてられないでしょ。続きは大会が終わってからね。あ、恋の一次予選突破おめでとう。